3月17日オープン戦まとめ。島内の走塁はクソすぎたな。今日のうち期待以上だわ。5回1失点十分合格点よ。ようやったうち、堀田そこまでスピード出てなくても角度あるからいいわ。平内のスピードだけのとは違う。被安打しない男堀田。トーマスは2軍からやり直せ。お前にあげたいは求めてない。西野開幕ベンチあるか。今年こそ西野のホームランを見たい。まさかとは思うが、佐々木は自らの体がボロボロなのを察して、4年のオフがメジャーを騙せる最後のチャンスと思って強行手段に出た。とかないよな。こんなに簡単に外野に運ばれるので球威確実に落ちてるのか。三好マジで岡林超えたな。細川開幕ファーストあるな。中田打てなさすぎ。ディカーソンはダメだな。ベンチだわ。アブは6枚目はお前や。アブは3等格です。K はローテいけそうか。まあ投射費では入ると思うよ。ついに海老名に結果が。山川って意外と技ありヒット多いよな。山川ってホームラン捨てれば打率3割3分くらい狙えそう。そのくらい技術も持ち合わせてるわ。マジで尾形セカンドできればな。ヤフーで腹がダブダブしてんね。ヤフーでこの内容で抑えてローテ入りってなられても困るんだけどな。打線強いチームに通用するとは思えない。ヤフーでは経験を積むことで良くなるタイプなのかも。バー平原は使い物にならんと結論が出た。それが今日の収穫。外国人のこの時期の調子は当てにならんぜ。でもバー平原はどうにもならんな。軍事トリプルプレイからのレンダー軍事は逆境からのマルチとかできるのが心情に気に入られるポイント。松本はもう一皮むけんかな。松本は中継ぎの方がいいよ。短いイニングを全力投球する方が向いてるだろ。佐藤俊あと少しのコントロールで化ける。失点したけどゲラは悪くないからええわ。ただ無理せんといてくれ。木並甘やかすなや。痛いファンが弱くなる原因やろ。代わりの小畑もっとエラーするし。近本一緒や。打ってもオープン戦やたらホームラン少なくない。阪神今2本。ヤクルトは今日だけで4本打ってる。辰巳と村林があまりいいとこないんだよな。村林も黒川もやばいな。村林は守備と足があるからまあ良いけど、黒川はフォームを変えた方がいいんでは。門脇もだ。ショーター完全復活スター。門脇お前ら言うことあるよな。これで周りの雑音も消えるかな。ライトは現時点では杉本。広岡の争いだな。それに野口矢野が入ってこれるか。マチャド別格やな。取っててよかったマチャド。総一郎宇田川で遅れで勝ちパいないからほんと助かる。それらの枚数揃っても勝ちパローテできるし。マチャド来季はソフトバンクやな。2番が藤岡じゃなくて友杉だとパワーダウン感がすごいな。友杉はアヘタンどころかもうバントマニャン。友杉2番とは悪くないと思うが、問題は友杉を2番で使ったことなんだ。山口の福浦打法も公約されたか。2020年に一度の周平。2021年昨年より良い周平。2022年10年に一度の当たり年の周平。2023年2020年以来の周平。2024年ここ数年で一番出来が良い周平。ボジョレーヌーボー高橋。周平効果で尻に火がついた石川。なんか変則的な走塁させられた高谷が不安。ブサミが落ちてきてるな。壁性能もキャッチングも下手すぎてピッチャー壊しそうなんだけど。持丸は本気で謎すぎる。これ使うなら石原だろ。持丸批判の税から頑張ってくれ。野田村は何やってんだよ。野間で田村を挟むな。三浦は関西の番組の取材で阪神から一人もらえるなら近本が欲しいって言ってたし、渡来はピンズド補強だったのかも。森原がダメなのはちょっと厳しいことになる。森原関東後ろ投げる奴がいなくなるんだが、森原今年は厳しそうだな。徳山が代わりになるかも。桑原は使いどころに悩むにゃ。さて絶賛されてたんだけどな。桑原まっすぐはいいんだけどな。全体的にまとまってるから相手に合わせられやすいのかも。ヤクルトの星は17歳です。鈴木は頭良さそうな顔つきなのがいいね。内山もそうだけど顔に明らかに頭の良さが出てるよな。西川いいね。神宮でホームラン量産してくれ。塩見はのんびりしてられんぞ。今シーズン若手外野は誰一人西川にかなわないだろうな。坂口みたいに復活してくれ。軍事は使い続けたら2割7分くらいは打つんじゃね。だから使い続けてほしいんだけどな。JS は気温が上がってくるまでは打たなそう。北山は突発性濃厚だけが課題。北山の場合先発でもリリーフでも突発的におかしくなる時があるからな。元山がゲンちゃんっぽくなってる。元山たまらん。もう元山が打って開幕スタメン決めてほしい。ただの悲観だけど牧野のリードあんま良くないね。教科書通りというかなんというか。森下はなかなか上がってこんな。今年も3番は森下でいいと思うけど、ほんま開幕したら点取るように急になるか。まさかと思うけど、オープン戦ホームランゼロってことないよな。だから三重ちゃん打ってるって。三木屋頑張ってるな。セミや登板重ねるごとに良くなってるよね。成長が目に見えて楽しいわ。枠まだ余裕あるんだし、いい加減支配下にしてやれよ。おお久しぶり今年も頑張れ。右打者少ないから今日のは開幕1軍やろ。来週は今日の2打席を与えるかな。もうハギオで良い気がするが、巨人ファンはみんな今日のみたいよ。1点しか取れない打線やべえだろ。西川森中川頓宮クリーンナップがぼっそりおらんからな。斉藤もこれで現実は勝ったら良いけどな。見事なノックアウトやな。ノックアウトとしか表現のしようがない。現実を知ったのでまた頑張ってきてください。沢田は今年もちゃんと使えそうだな。沢田が開幕から使えるならかなりの戦力アップだわ。また増田が失点してる。増田はもうずっと投げ続けてるんだから文句は言えないわ。山本古巣にええとこ見せたな。ユーティリティ枠は石垣より山本になりそうやね。今年中日守備良すぎやろ。川野のスライダー去年より綺麗よな。前剣とか中村優太味がある。田村そろそろ2軍落とせよ。野間に負けたんだし上にいててもいいないだろうかわかんない。お試しだろ。森原はシーズンインしたら活躍するさ。松尾1本出たか。よかった。モイネロが先発行ったら藤井がモイネロ化した。井上は1回落とした方がいいな。伊藤は長岡の打撃が進歩しないならショートスタメンの使いもあるだろう。大西今年は去年よりいいところで投げさせてもらえるかな。どいつもこいつも簡単にアウトになりすぎる。スティーブンソンぐらいかな。考えながら対応中なのは水野の守備見てて結構来るものがある。強打なくていいから上川端置いてほしい。そういや昼間がいたな。早く復調して上がってこいよ。金子調子良さそうよな。ガクトよ君はそれでいいんか。テル上げてきたやん。やっぱり系出しても打球速いテル。藤田は境田には勝ったな。佐伯は14かぶりやで。寺も日にち空いてるやろ。投手運営がまだまともじゃない。ソフトバンク打線反則球やな。パリーグ自体あんまホームラン出ないのにホームラン争いしそうなやつがソフバンに集中してる。本日の投手陣赤星24歳、横川23歳、堀田22歳、京本20歳。安西先生、佐々木にアドバイスしてくれよ。君はまず日本一の選手になりなさいだわ。とにかくメジャーに行くことだけが目的で
で、そんな心構えでやってるから、目の前のことが何もかもうまくいかないんじゃないの？最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。